ちは、松戸睦美高校です。私たちは吉田先生をはじめとした3人の顧問の先生のご指導のもと、1年生22名、2年生23名の計45名で毎日活動しています。今回演奏する雨の港主の神は、古事記や日本書紀に登場し、天地開闢という天と地の開ける世界の始まりに関わったとされる性別のない神様です。この雨の港主の神では、C1 の世界を日本調で全面的にアピールしていて、パイプオルガンのような熱い響きや打楽器による色彩感を演出することにより立体的な音楽を作り上げています。演奏する団体によって変化する曲の魅力を睦美サウンドでお聴きください。松戸睦美高校、片岡弘明作曲、雨の港主の神、吹奏楽雨の神話、指揮吉田忠。
次に演奏しますのは。